こんにちは、初めての動画ですので今回は僕の自己紹介となぜこのチャンネルを始めようと思ったのかについてお話ししたいと思います。このチャンネルにたどり着かれたあなたは多分英語をもっと上達させたいと思っている方だと思うんですけれども、あなたは英語学習についてどう感じてますか？難しい、いくらやっても覚えられない、自分には素質がないんじゃないか、頑張ってるんだけどなかなか上達しない、いろんな思いがあると思います。大丈夫です。あなたはこのチャンネルで僕と一緒に英語に触れることで今までよりももっと英語が好きになります。そしてもっと上達します。このチャンネルではあなたの英語に対する苦手意識や学習していく上での悩みを練習も取り入れながら一緒に解決していきたいと思います。日常的な英語はもちろんですが、30年以上の海外営業マンとしての実体験を踏まえたビジネスの世界での英語についても番組をお送りします。まず僕の自己紹介ですが、名前は井上雅也と言います。兵庫県出身で、高校卒業後は大学がある大阪府に移り住んで以降30年以上大阪で過ごしました。大学卒業後は大阪の大手電機メーカーに就職して、以来ずっと海外営業マンとしていろんな国のお客さんと接する機会を得て、出張で20カ国以上の国を訪問しました。サラリーマン生活も残り少なくなった2017年に転職しまして、3年半のカリフォルニア駐在を得て2020年末に帰国して、今は東京都内に住んでいます。僕の英語の最初の取っかかりは小学校6年生の終わり頃で、中学校から始まる英語の授業にかなり恐怖心といいますか心配心を持ってて、なんとか授業についていけるようにと思いまして英語塾に通い始めたのがスタートです。さらに英語に深く関わるようになったのは中学校に入ってから同級生に影響されて洋楽にハマったのがきっかけです。中1中2の間は、毎日毎日カーペンターズやビートルズの曲を何時間も聴いては、当時は CD がなかったんでレコードなんですけども、聞こえてくる英語の発音をそのまま真似して何回も何回も繰り返して歌を覚えてました。そのうちにそれだけでは物足りなくなって親に頼んで音声付きの英語教材を買ってもらって毎日毎日それを聞いてました。これを続けているうちにどんどん上達して中1の2学期頃にはもう最初の恐怖心は全くなくなってました。その頃は英語に接するのがとにかく楽しくて、他の教材そっちのけで英語ばっかりやってました。英語に関しては勉強してるっていう感覚ではなくって、音楽やラジオを通じて、楽しんでるっていう感覚の方が強かったです。そのせいで他の教科の成績は悲惨な状況だったんですけれども、大学受験の時期になって、英語以外の教科がさっぱりダメだったのと、もっと英語のレベルを上げたいという思いが強くて外国語大学に入学をして1回生の時に交換留学生試験に通りまして、1年間アメリカのアリゾナ州立大学というところに留学してました。課外活動にも参加したこともあって短期間で本当にたくさんの友達がいっぱいできて、短い間でしたけれども一生の思い出になったんですけれども、実はこの期間僕が一番ショックを受けた時期でもあったんですね。というのはなんとアメリカ留学中にもかかわらず英語恐怖症になってしまったんですよ。それまで日本での英語学習とは違って周りはネイティブばっかりで、もちろん留学生もいましたけどネイティブは大多数で、聞いたことのない表現や言い回しを聞いたことのないスピードでガンガン話しかけられるんで、聞き取りできないわ、自分の言いたいことは口から出てこないわで、それはもう大変でした。聞き取りの方はさすがにだんだん時間が経つにつれて慣れてきたんですけれども、喋る方がさっぱりで、友達の前でも聞き役に徹してまして、もうずっとこう愛想笑いをしているのが精一杯の状況でした。挙句の果てには友達から君って無口だねとまで言われてしまいました。その他にも顔から火が出るような失敗談や後悔がいろいろあるんですけれども、それは別の動画でおいおいゆっくりとお話したいと思います。英語の上達に重要なこと、いくつかあると思うんですけど、一つは目的を持つこと。目的を見失わなければ英語学習というのは決して苦痛ではありません。それから二つ目は短時間でもいいので10分でも20分でもいいです。毎日触れること、そしてひたすら繰り返すこと、そして何よりも一番大事なのは失敗を恐れないことだと思います。英語は意識ややり方次第で大きく上達します。英語に関わらず他の国の言葉が喋れるようになるっていうのは本当はすごく楽しくてすごくエキサイティングなことなんですね。その喜びを少しでもたくさんの人に広めたいという思いでこのチャンネルを立ち上げることにしました。英語は難しい、頑張ってるのになかなか上達しない、そんなあなたが少しでも英語は楽しい、もっと上達したい、そう思えるような番組作りを心がけていきますので、こんな題材を取り上げてほしいとかいうのがありましたら、ぜひコメント欄にご意見を書き込んでください。よろしくお願いします。ではまた。